はい、調子とヘをこきながらゲーム実況するゲームおかきの時間がやってまいりました。本日は水戸黄門5回目、弘前です。賀来さん、代官が藩のものになっている林を勝手に切って金儲けしようとしています。しっかりと手がかりを調べて呼びに来てくださいよ。わかりました、ご隠居様。これは？おいおい、ほら、この村が怖くなったんだべ。一体どうしたんだい？殺されたお役人が村外れを歩いているとき、木こりが後をつけていんのを見たんだべ。ん？その子に話しかけてみるか。おいおい、あ、侍様、手伝ってもらえねえだか。どうしたんだい、娘さん。知り合いの稲蔵さんが昨日から急にいなくなって探しているんだべ。わかったよ、なんとか調べてあげよう。こいつもなんか持ってるかな。はい。おいおい、許してくれ。俺は代官に頼まれただけだべ。頼まれて何をやったんだ。ただ藩の役人ば村の北外れの家に閉じ込められていただけだべ。キコリ、キコリってどいつなの？こいつ？あれ？許してくれ、代官に頼まれてやったんだべ。頼まれて何をやったんだ、言ってみろ。藩の役人を村外れで殺したんだべ。すぐ来たの、誰もいねえはずの家で男の人の声がしていたんだが、どうなってなべ。わ、だ、誰だ？怪しいものではない。なぜこんなところに隠れているのだ？へえ、実はお役人が殺されたところに取り掛かったとき、おかっぴきの旦那が何かの紙切れを調べるふりをして、懐に入れるのを見てみなんだが、恐ろしくなってしまったんだべ。賄賂だべさ、これ。役人が殺されたおかっぴきの旦那。おかっぴきじゃあなんか持ってるな、したら。懐に入れてるってことは。おかっぴきを探せ。あんた聞いてくれねえか。庄屋さんに木を切れと言われたんだが、あの林は藩のものだて。売りに出してもちっとも儲けにならねえんだべ。よし、おかっぴきを探さねえと。ん？あれおかっぴきじゃねえか。構え。よし。何、ここに書いてあるのは代官の悪事ではないか。やっぱり。さあ、ここは屋敷の出番だ。藩の役人に逃げられた時は危うく許可なしに藩の林の木を切っているのがバレるとこだったわい。おかっぴきはうまく始末したかの。あの役人に全部罪を着せてしまうといいですだ。代官様、おらにもわがめあえくだせよ。日記か。庄屋さん、おら自分の仕事もあるのに藩の林ばっかり切ってられねえだ。吉兵衛、この許可書を代官様から渡されたんだから仕方ねえんだ。これが許可書だな。おや、これはどうも偽物のようだぞ。偽物かい。
はいよっと。結構もう集まってきたね、手がかりがだいぶ。おっちょ。これはなんだ、よろずやか。枝買っとくか。よし、風車取りに行くぞ。ギリギリで間に合わなかった。しょや、あの役人のおかげで許可証も偽の許可証も作れたの。これで村人も信用するだろう。悪いやつだな。村に調査に来たのに逆に閉じ込められて偽の許可証を作らせるとは、バカな役人でした。さ、手がかり全部集めたんで、ご隠居のもとへ。待っていましたよ。その顔ではかなり調べてきたみたいですね。はい、ご隠居。かなりの悪事をしている者たちがいます。どうしましょう？私が裁きをつけましょう。そやつらを連れてきなさい。さあ、ジジイタイムだ。庄屋のわしが一体何したというんだ。大官様、こいつら何者でした？なんだ貴様らは、ひっ捕らえてやるぞ。お。そうだ。ただのじじいじゃねえぞ。弘前大官、並びに庄屋、そちたちの悪事、すべて調べ上げましたぞ。この光圀が裁いてやろう。観念いたしなさい。さて、弘前大官、そちは庄屋と結託し、反物となっている林を勝手に切って、金儲けしようとしていたであろう。その上、調査に来ていた藩の役人を閉じ込めて、村人に切らせるための林を切るのに、必要な許可証まで作らせていたであろう。そして逃げ出した役人を村外れで木こりに殺させたのは、その役人に自分たちの悪事をすべて被せるためではなかったのですか？ご老公様のお調べ、恐れ入りましてございます。実は田舎の代官でもいくらでも儲かるぞと言われてやったことでございます。誰がそのようなことを言ったのです？ご老公様たちの来る前に弘前に来たお侍の方としか申し上げられません。またわかんねえのか。誰じゃ黒幕は。こればかりは何とぞ。ご隠居様、これで村人たちも安心して自分の仕事に戻れるでしょう。そうですぞ、賀来さん。世直しの旅もあとわずかです。早く水戸へ戻りたいものですな。というわけで、水戸黄門第5回目、これで終わり。次は、盛岡編ですね。お仕事行かれる方、学校行かれる方、その他の方々、頑張ってください。ご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。